ママ、そうだ、今晩は私と一緒に寝よっか。うん、もうすぐ甘やかすんだから。ねね、小ゆずちゃん、ちょっとちょっと。何？アイスあげるからモフモフしていい？いいよ。ママ買おう。ちさきの母、宮崎日和。はあ、夢みたい。こんなに可愛い生き物がいるだなんて。今回の小ゆずのお泊まりも彼女の発案である。